ベビーカラは、韓国の女性アイドルグループカラの7人、組姉妹ユニットである。2014年5月27日から7月1日に、MBC ミュージックで放送された、カラの新メンバーを選抜する、オーディション番組、カラプロジェクト、カラザビギニング内で結成された。2014年3月、DSP メディア所属の人気ガールズグループカラで、内部分裂が起き、メンバー2名が脱退。 三人体制となったカラの新メンバーを選抜することを目的としてオーディション番組カラプロジェクトカラザビギニングが計画された。同年5月17日、日本を拠点として活動していた DSP メディア所属のガールズグループピュアレーティが解散しメンバーであったシウン、ソミン、チェキョンの三人が同プロジェクトに合流。同年5月27日、 DSP メディアの練習生7人で番組内での期間限定ガールズユニットベビーからを結成。3ヶ月間にわたってカラの楽曲の歌唱やダンスのレッスンを行い、その様子は番組内で放送された。視聴者や審査委員からの投票の結果、ソジン、ヨンジ、ソミン、チェオンの4人が生放送に出演する最終メンバーに選出され、シウン、チェギョン、 意地の三人が脱落。最終的に一位を獲得した四次が追加メンバーに選抜された。2015年2月24日、一人目の候補生であり、加入メンバーから脱落した、祖人が大田広域市のマンションで10階から飛び降り、倒れているところを発見され、病院に搬送された後に死亡が確認された。後に、祖人が約1ヶ月前に DSP メディアとの 練習生契約を解消していたことと、最近までうつ病を患っていたことが報じられた。AB から新メンバーは166センチの19歳、デイリースポーツ2014年7月1日付2015年2月27日、閲覧、から新メンバー候補に3人が参加。ピュアレーティとは一体どんなグループクスタイル2021年4月7日閲覧。からの新メンバーに、 4時、とても嬉しい、ベストを尽くしたい。中央日報2014年7月2日付、ハットからの新メンバー候補が公開。候補1人目は3年目練習生中央日報2014年5月14日付、ハット AB ベビーから祖人、マンションの花壇で遺体で発見、自殺か中央日報2015年2月25日付、ハット AB から新メンバー候補生自殺か。 デイリースポーツ2015年2月25日付2015年2月27日閲覧から候補生だった。祖人の自殺から1年、才能ある若者だった。とても残念。ワオコリア2021年4月7日閲覧。ありがとうございます。